まあ、いろんなね、一時期、代々木のやつらやれみたいな、その、ね、ちょっと、叩かれてね、めっちゃ叩かれてた。そうそうそう、あったけど、俺の近くの、その、代々木好きって言ってる子供の親とかは、自分の子供たちが大人になった時に、そうやって、本気でね、そのプロ以外のバスケできる場所って素敵だと思うから、うん、この文化はなくならないでほしいって言ってくれて、そう。レブロンの家族の写真を先祖で撮ってる。俺、日本のバスケットボール選手知ってるよみたいな、ね。出てきた名前が、コタロと言うけど、なんて言ってんのみたいな。やばい。みたいな。ブロンの家とか普通に見てるの、うん、それを。サブシーってさ、勝つとお金もないの。まあ、ないね。あ、ないんだ。じゃあ、基本的にはプライドをかけたのかな。そうね、本当に。筋トレ、トレーニングを結構やってたなっていうイメージが。今はそういうのが。今もやってるね。自重トレーニングだね。あれは。器具とかは絶対持たない。なんかさ、ちょっと前にさ、うん、フランス行ってたよね。ああ、2年ぐらい前かな。あ、2年も前あれ。そうだね。あ、そうなんだ。そうそうそう。なんか、割といい経験だったみたいな感じの話を聞いたから、ね、何が良かったのかなと。でもその海外のバスケに触れるっていうのがやっぱそもそもいいなと、うん、まあ、最近中国とか行ってるけどさ、うん、なんかその海外の人やっぱ違うんだよね。フランス何が違うと思う？空気として。フランス、まあ、その何が通用するかもわかんないし、うん、どういうバスケ市場でどういう奴らがね、野良にはいたりするのかもわかんないし、うん、だからそのある意味移動とかも含めて、うん、まあ、海外に行く。で、着いたら、言葉通じない、食べるものも違う、うん。なんかその選手ってよりかは、その生活感、うん。海外の生活にアジャストして戦うっていうのが面白いかな。うん、なんかある意味孤独と戦うみたいな。うん、そう本当に辛い、うん。辛くなる。最初の行った数日とかはいいけど、うん、その後とかは本当にこう自分と孤独と戦うみたいな。でも試合は絶対やってくるから、勝たなきゃいけないとか、うん、そういうサバイブ感が楽しいんだよね。別にこの国のどうこうっていうよりかは。うん、じゃあ今挑戦してる中国もそういう、そう、海外のところ飛んでくっていうことに対しての楽しみ。そこはあれかな。なるほど。まあ、その日本から離れて違う生活の中で戦うというか。うん、そうそうそう。なんで中国に行くことになったの？今は。最近は行ってるけど。最近はたまたま夏に呼んでもらって、うん、その時に、まあ、もうその時はあれだね、うん、あの、5対5のゲームがあったんだけど、うん、前半10分の0とかで3が。おぉ、ひどかったね。そう。うん、で、3ピリ1回下がろうと思って下がったんだけど、点差がちょっと離れちゃって、うん、6本が4ピリ6本かな。3を。そうそうそう。いや、決めたの。そう。バケンだ。で、なんかそのゲームがさ、100点マッチのゲームで。おぉ、100点マッチ、100点取ったら勝ちってこと？そう。先に100点取ったら勝ち。で、25区切りなの。あ、なるほど。それでピリオド区切りなの？そうそうそう。25、50、75、そうそうそう、100。だ最後さ、ブザービーターみたいな感じで終わるわけよ。うん。そう。だから結構気持ちよく終わるような、レギュレーションというか、ルールで。で、4ピリ始まるときに、うち残り29点だから、うん、71対84とかから始まったの。おぉ。相手16点取ったら勝ち、うち29点。うん。やばいなと。したらそこでね、ちょっと不調だった俺が、当たって、うん、6本、3決めて、で、最後、ま、相手も、あと1本が入んなくて、うん、そう、マジ映像見てほしいんだけど、YouTube で。触ってる？勇気を出したら触ってます。うわ、もう超リアル。面白い。やばいね。で、最後の最後も、結局俺の3で決まって、うわー、やばい。で、最後何分の何とか覚えてる？いやー、でも言うてかな、まあ多分10分の6とかじゃない、言うて。いや、やばいね。あの、通したら20分の6とか。あ、まあそうだね、多分ね。そう、あんま良くはないけど。まあ、タイミングも、ね。そうだね、美味しいとこだけ。すげえ。やばかったね、マジ、本当に。そのラストショットは本当に自分の人生で一番のビッグショットだと思う。そう、やっぱその、100点マッチで99対98だ。負けてるから。うわぁ、100点マッチのゲームして、99対98ってやばいやん。うん、で、海外でやってる、その最後のワンショットを自分が決めるって、もう一生忘れないと思う。確かに。もちろんもう入んだってもうそのことの、その瞬間のことを忘れてるけど。うん、
でも映像見返したらこれがもう人生のベストショットだと思ってるし、うん、それでバーなって、うん、でそっからかな、中国ですぐ本当はその次に控える予定だったんだけど、もう違う団体にお前ら来れるかって呼ばれて、うん、違う都市に新幹線で移動して、おそう、あっちが全部ね、新しいチケットを取るからみたいな感じで、うん、そのユッケのパフォーマンスで伸びたっていう感じ。いや、まあでも全体として日本チームがね、頑張ったし、別に俺がなんかしたわけじゃないっすよ。最後だけ持ってっただけだから。で、その次とかあって、そっからこう、俺目につけてもらって、うん、で、俺単独で、そっから呼ばれるようになって、みたいな感じ。結構行ってるよね。そうね。去年何個行ったの ?1、2、3、5回ぐらい行ったの。うわ、すげえ。で、今年、年明けに1回と、まあ、一昨日まで2週間ぐらい。もう2回行ってんの？そうね。もう2回行ってんの？そう。やば。まだね、2月頭だぜ。そう。恐ろしい。予定ではもしかしたら今年、あと10回ぐらい行くか。マジで言ってんの？中国の団体ともしかしたら契約するかもしれない。おー、契約？それは、どういう契約なの？プロ契約ならまたちょっとないでしょ。まあ、その中国の団体と月に、まあ、約1回中国に来て試合をするみたいな。ワンワンの大会に出させるみたいな、基本、うん。その団体が開催するゲームに、うん、そう、9回ぐらい出るみたいな。先も出てるもんね、ずっとワンワンの。そうね、そう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 。だからさ、中国のバスケとさ、日本のバスケ、これ違うな、みたいなあったりする？いやー、まあ、サイズ感かな。サイズか？うん。あっちは大きい。マジでかいよ。へぇー。それ普通縦にでかいってこと？縦にでかい。へぇー。あ、そうなんだ。うん、し、うん、ほんで日本でフィジカル言ってる人たちは通用しないと思う。へぇー。フィジカルでアーダコーで言ってる人たちは。うん。じゃあ、早田とかは通用し、早田のフィジカルは。いや、通用はしてないんじゃない？あ、じゃあ、あれがスタートラインぐらいだ。うん、スタンダード持っていく。うわ、いかつ、無理だろ。まあえては自信、ディフェンスに自信持ってると思うけど、うんまあ、確かにあの日本で見ててもさ、やっぱ早田他の選手とかめっちゃ止めるけどさ、うん、中国で、ワンワンとかあるんだけど、うん、その時にさ、結構やられてて。やば。だから、うん、それがスタンダードだからさ、あっちのさ。うん、あ、そうなんだ。やばいね。難しいよな。どういう選手がこれから、なんか俺が3対3とか5対5もしかしたらまた会った時にさ、俺がピックしなきゃいけないんだけどさ、うん、誰を連れていこうかなとか、そういうの考えるし。あ、そこ日本チームとして、行くわけだ、うん。そうそうそう。うわぁ、かっけぇ、ね、立候補してください。うわぁ、プロとか言い出してほしいよね、俺行きたいみたいな。そうだね。本当にでも可能性あると思うよ、マジで。なんか、フェラーリもらうって噂を。それ何の情報やねんマジで。いや、もらえんならもらえんじゃん。中国その1回目行った時に、はいはい、めちゃめちゃの金持ちに気に入られて、はいはい、俺の車やれよって言われて、はいはい、今日は仙台にフェラーリを送られてくるっていう噂を聞いた。冗談っしょ。噂ですね、ただの。もうユッケは来月ぐらいから仙台でフェラーリ乗っている。かっこいいよ、そんなストリートボーラーと思って。やばいっしょ。あ、噂なんだね。噂ですね。あ、くそ。ハヤトで繋がしたの、俺。おい。俺に言ったの、ハヤトです。あ、でもそれぐらい夢はありそう、中国のバスケは。あると思うよ。やっぱり稼いでるやつめちゃめちゃ稼いでる、ストリートボーラー。いや、やばいね。あ、そうなんだ。うん、まあ普通に、B1 選手ぐらいは平気でもらってると思う。3000万とか余裕で行くとか。全然行ってると思う、ね。やば、ストリートでね。ストリートで。やば、そう。バカじゃねえの。そっしゃ。え、ユッケ、うん、もう契約するわけじゃん。それは、じゃあそんなにのお金ももらえるってことだよね。いや、まあ、日本で言ったら、まあ、そんなめっちゃでかいわけじゃない。あ、そうなんだ。うん。俺はそんな、そもそも、うん、その通訳とかも挟むし、俺が中国人で丸々もらえるって考えたら多分でかいと思うけど、うん、そういうわけにはいかないかなって考えるとね、うん、あ、そうなんだ。だからさ、その中国のバスケでの目標みたいなのもあるの？今やってて、この大会は勝っていきたいとか。いや、特にないけど、うん、その中国の市場でちゃんと必要とされる人間になりたいなっていう思うな。そう、もう日本って言ったらユッケっしょみたいな、いや、まずユッケ連れてこいよみたいな
そういう風になりたいなっていうのは思うから。うわ、そうそうそう。それで言うとね、うん、俺さ、去年の11月に LA 行ったのよ。はいはいはい。で、その時に、ちょっと NBA のお仕事をする機会が、うん、ああ、行ってたね。はいはいはい。で、俺にカメラマンがついてるな、うん、で、ちょっとツアーしようよみたいな。で、あちこち、LA を日本人目線で、こんななりの日本人目線で観光するみたいな感じで楽しんだんだけど、なんかそのカメラマンの一人がめちゃめちゃすごいやつで、レブロンの家族の写真を専属で撮ってるみたいな。レブロンの家出入りしてるやつとか、すごいね。ブロニーとかの専属でやるみたいな。ブロニーと今めっちゃ仲良くて、昨日もレブロンの家いたよみたいな、マジで恐ろしいなお前と思って、で、それで撮影マジでご飯も寿司を食ったの、うん、一緒に。その時に、俺日本のバスケットボール選手知ってるよみたいな言われて、誰だと思って、確かに、まあ、河村勇輝って、はいはいはい、ワールドカップであれだけ活躍したし、はいはいはい、俺2人知ってるって言って、はいはい、河村勇輝、渡辺雄太とか、そんな、はいはい、と八村塁、八村塁、今日見に行くしみたいな、はいはい、そういうノリかなと思ったら、出てきた名前が、小太郎と言うけど、知ってるってなのみたいな。やばい、ね。小太郎と言うけど、やばいね、みたいな。マジでお前。そういう感じ。やばいね。めっちゃ見るよ、ね。そう来るか。そう、びっくりして。だからさ、ブロニーの家とか普通見てるの、ね、それを。ちょっと待ってくれと、ね、これ、ブロニーとかも見たりする可能性あるわけじゃん。本当にワールドワールドだと思うんだよ。ああいうジャンル。出てきたのが小太郎優介と、あと鈴木で、この3人、ね、渡辺優太と八村塁しか知らないんで、どうなってんのって、恐ろしいだろうと思って、いやー、その八村塁、渡辺優太選手からの優介がね、すべての B リーガーを置いて、よく分かる、それはそれでよく分からないけど、嬉しいけどよく分からない。ある意味、そういう意味でさ、一つの日本代表の。はいはいはい、日本といえばユッケみたいな、ストリートボーラーとしてね、そういう立ち位置に立ってるのはすげえなと思って、本当にここから名前聞くかと思ってびっくりしてそれやばいよ、やばいよね、本当にこれも小太郎にまだ言ってない動画撮った時に言ってやろうと思って、はいはいはい、動画見ないしフルで見たりはしないから、どこかのタイミングで小太郎にもこの話してやろう結構やばい話だな、すごいよね。そう、最近中国でさ、バスケを教え始めてるというか、うん、いや、でも構わない、あ、そうなの、うん、なんか結構俺はその映像を見て、あ、俺なんか結構いいなと思って、空気いいな、なんかいろんなコーチの見たことはあるけどさ、はいはい、空気良くする、うん、空気を大切にするタイプなのかなとか、そうだから楽しそうにやるし、まあ、子供たち相手だからかもしれないけど、やっぱいいなと思って、なんかなんであれをやるのかとか教えるみたいな、いや、あっちから、まあ、オファーというか招待があってやってほしいって言われて、まあ、ぜひっつって、うん、そう1週間行く予定だったんだけど、その1週間行ってる途中にちょっともう1週間新しい子たちが教わりたいって言われて、別に教えることないんだけどさ、うん、まあ、多分その子たちは普通に俺のめっちゃファンなんだよ、ああそうなんだ、うん、だからもうもう中国完全にファンがいる世界になってんだね、いや、いますね、すげえ中国の方が熱いね、へえー、あ、そうなんだ、でもその子たちは教わりに来るというか、ユッケに会いに来るみたいな、やば、同じホテルに泊まるんだけど、うん、でも同じホテルで最初ロビーでさ、うん、集合して体育館に移動するんだけど、うん、うわーみたいな、その人だって5日間の会うのに、うん、もう毎日のように違う服持ってきてサイン書かせて毎日写真撮るんだよ、何でだろうと思って、なんだよと思って、すごいね中国でも、その、うん、愛が愛というか、うん、日本人の人たちやっぱシャイだからさ、見つけてもね、うん、気使ってくれるし声かけていいのかなとか、マジあいつら関係ねえから写真撮りに来たと思ったら、その写真撮ってるのを見て、おい、オッケーじゃんって、その写真撮ったやつを吹っ飛ばして撮るみたいな。平気でするのあるし。あ、そうなんだ。やばいやばい。なんか中国のさ、TikTok、動員、はいはいはい、結構調子がいいんだよね。そうなんだ、今47万人ぐらい。おぉ、やばフォロワーがいて。恐ろしい、うん。もう通知がすごいから見ないから。そう。え、どうやって入れたのあれアプリ。ちょっと入れたの、なんか中国版の電話番号とかが必要で、ね、そう、通訳とか通して、うん、そう。用意してもらった、一緒に、まあ、共同アカウントみたいな感じでやってもらって、うん、そう、は
業務業してる感じ。やば、40万って恐ろしいね。やばいね。あとちょっと、1日何人ぐらいなの ?1000 人とか普通に増えてると思う。やば。1000人は少ない方だと思うけど。マジで言ってんの恐ろしいな。1つの大会出て、まあ、大体夜になったら5万とか増えてるから。いかつ。そうそう。やば。やばい世界線だね。うん、じゃあ、ってことは40万は少ない方ってこと？あっちの世界に。少ないですね。はい。どれぐらいのトップの？なんか、トップの選手だったの？俺のいつもそう聞かれた時の基準が、うん、例えば俺だったらインスタストリートでさ、うん、まあ俺で3、まあ、2万7000とかいて、うん、で、他のサムシの活躍してる選手で、まあ1号とか YouTube やってるやつで2万とかだと思うんだけど、うん、そういう人たちがもし中国市場にいたら、だいたいフォロワー400万、500万っていうレベル。で、サムシの選手たちって3000、4000とか、うん、まあなんだか3000万いかないんだ。2000、3000が多いと思うんだけど。その辺が5、60万とか、そういうレベルだと思う。やっぱ。だから俺もやっとこう、サムシティに出始めたみたいな基準でやったら。うん、まだ基準まで40万で、そうだと思うね。100万とか別にそうでもねえんだ。いや、そうだね。まあ、まあ、そうでもないけど、100万いったら、あ、だいたい、だから来てますね。うん、来てますね。あ、じゃあ、俺らで1万人ぐらいな。あ、そうだね。そうだね。そうそう。やばー楽しそう、それ。超面白い。最初、まあ、そのフォローとかはさ、見ないけど、メンションとかももうすごい数来るから見ないんだけど、シンプルに、そのあっちのバスケ市場をさ、その TikTok でこう、見るわけ。言葉とかね、文もわかんなかったんだけど、だんだんわかってきて、そう、何時から、今日の何時から、どこどこで誰と誰がワンオンワンするみたいな。で、このワンオンワンの、ギャラは、こいつはいくら、こいつはいくらみたいな。なんかちょっと、ファンとかがこう言ってんだよ。噂とか聞いてさ、なんか情報漏れててさ。そういうのをちょっと楽しんでたり。このビッグゲームにはいくら動いてるとか、なんかそんなの書かれてるんだ。おもろ！そう、本当に多分こういうのとかもマジ切り取られると思う。うわ、どうぞどうぞ。そうそうそう。そうなんだ。うん、やば。マジで。超重いね。まあ、本当に油断できない。すごいな、中国。この間、うん、まあ、中国にずっといてさ、うん、暇で最後にさ、まあ、クラブ行きてっつって、うん、そしたら、まあ、ファンの子たちだったんだけど、うん、いや、マジであなたは連れていけないみたいな言われて、なんかあった時に本当に責任取れないみたいな。本当に中国の人たちは、まあ、なんかあった時に寝てすごく言われるし、うん、もうその規模がマジで違うし、うん、そう。マジで私たちは責任取れないみたいな。一緒に、そう、出歩けないみたいに言われて。あ、そうなんだ。そういう風になって。それは炎上するとかってこと？まあなんか、例えば、その、例えば、女遊びとか、そういうので、こう、取られる。まあ取られるとかは別にまだいいと思うけど、うん、もしなんかあった時に、そう。そう怖いからみたいな。本当にそういう感じだからさ。あ、そうなんだ。もうスターだね、完全に。まあスターではないけど、うん、ちょっと、油断できないですからね。すげえ。すごいな。やばいな、中国行ってみて。どんな感じだろう？ご飯とかうまい？中国。いや、ご飯は俺苦手だね。あ、苦手なんだ。なんか、は、中国行くときは、すき家か、サイゼか、ケンタッキー、うん。あ、そう、あるんだ。この3つさえあれば、こう、なんかこう気持ち的に、ね、さすがにどれかの気分になるっしょっていう感じで、うん、その3つを選んで。あそこはメニューは日本とあんま変わんないような。あ、そうだね。米が一緒なんだよね。あ、そうそうそう。助かる。そう。そう。日本、中国とか、まあ、フランスとかもそうだけど、うん、海外ってやっぱパラパラな米が多くて、ね、そ俺それダメーって、まあ、日本の米が好きだからさ。そう、嫌です。ラスキアとか頼んで、普通に日本の米っぽくてさ、うん、めっちゃ気に入って食べるんだけど。うん、へぇー、そうなんだ。コンディションとかが難しいかな。なんかその、食でさ、鶏肉を取りたいんだけど、試合前とか。うん、なかなか、そういう、わかんないから、うん、どこの鶏肉が美味しいとか、確かに骨とかもなんか結構リアルだからさ、形とかさ。うん、はい。もう食でストレスをごまかすというか、うん、だからもう水とか飲んでるともう本当にストレスというか、かコーラとかに逃げちゃうし。あ、そうなんだ。俺の中で唯一こう、そこでリラックスするのはある意味食の時間、うん。日本食を食べて、好きなものを飲んで食べて、うん、そう心を落ち着かせるというか、その生活に対して。うん、ちょっと難しい。食は結構ね、大変だね。そうだよね。うわぁ、そうなんだ。確かにな。そういえばさ、ちょっと、中国、あ、ってか、
そう、中国にさ、中国でバスケしてインスタフォロワー増える。あー、インスタないでしょ。ないね。ないね。なんか通さないと取れなくて、だからあんま知らない人が多いから。でもフォロワーはまあ増えなくはないかな。あ、そうなんだ。うん、それでな、そのあっちの TikTok にインスタグラムの何々って一応載せてるから、それで増えたりはするけど、うん、だからさ、この間ね、うん、久々にさ、インスタに写真を載せたの、うん、中国で撮ってもらった写真が結構気に入って、うん、投稿したんだけど、そこに来たコメント全員中国人10件のコメントしたんだけど、全員中国人翻訳もしてね、うん、やべえよマジで。なんだろう、載せたの、それは。いや、普通にこういう、うんうん、中国のコートで、うん、ね、カメラマンに撮ってもらってなんか気に入って、まあ、チェキが良かったなと思ってさ、うん、もう普段写真とか載せないんだけど、これぐらいの載せてさ、もったいねえってめっちゃ思う、いつも俺は。なんか好きアカウントみたいな感じになってるからさ、うん、一応リールとかはさ、うん、ハリアが作る。そうだ、ね、カメラマンのハリアにやってもらってますね、うん。TikTok とか俺結構見るんだよ、ユッケのやつ。絵がいいな、あいつ見えるな。まあいいね、すごいです。で、最初さ、うん、あいつに頼むみたいな、うん、なった時は、どうしてやあいつにしたというか、俺は出会いを知らないのかな。ハリアはもともと代々木で一緒にバスケしてて、うん、そうで、なんかまあ、バスケ終わりに飯行ったり遊ぶようになって、カメラもともと好きで、うん、もう自分で撮っててさ、うん、お前映像興味ないなっていうか、うん、話になって、ちょっとやってみたいって言って、うん、そこから専属というか、うん、やってもらって、そしたらもう、あいつさ、すごいこう好きなことにこうなるから、うん、なんかこう自分でどんどん上手くなるし、うん、なんかもう、いろんな撮影とかに呼ばれるなったし、うん、そう、すごい。あ、そう、それで、それきっかけで別のところでも呼ばれてました。あります、あります。あ、そうなんだ。そう、それをサムシティとか、もっと。まあ、サムシティは俺のでやってるけど、うん、その別の、その、大会とか。そう、なんつうんだろう。モデルの撮影とかに呼ばれたりしてたし、そう。なんかいろんな場面で最近増えてきてるね、うん、そう、めっちゃ。中国とも一緒にいた。まあ、それはまあ俺の気分で連れて行ったりして、それはさ、どうするの、お金で。まあ俺が出す。あ、そうなんだ。 YouTube じゃあさ、今、うん、専属で撮ってる、はいはいはい、わけじゃん。すげえなと思って、そのどうしてたの、お金を。あ、でも YouTube はもう割合にしてて、うん、で、それ以外はハリアはこう別で自分でなんかやってるから、うん、でその仕事の合間でみたいな。あ、そうなんだ。そうそうそう、本当だったらね、俺がもう全部養ってあげたら理想だけど、うん、まあそんな大きくないから、申し訳ないけど、うん、あ、そうなんだ。いや、すげえな、うん、専属のカメラマンが一人いるって、うん、楽しいなと。まあね、そんな、それで生活させれてるわけじゃないからあれだけどさ。俺も YouTuber 編集マンが、うん、あれ、YouTube の TikTok も、はいはいはい、基本的には高校の同級生がやってくれてて、やっぱ覚悟いるなというか、なんていうのかな、俺は YouTube の収益全部出してる、怖すぎるから、もういいと思って。でそれで YouTube のさ、編集をこだわればこだわれば、はいはいはい、収益が上がっていく可能性が高いわけじゃん、はいはい、でも自分のやりたいように感じにしてて、はいはいはい、いやでも怖いぞと思って。俺がいつまで続くか分かんない。俺も続けていくかってこっちからやっていかなきゃいけないわけだから。で別にそんな高い給料を出してるわけでもない、うんうん、けど、まあ、基本的にはあまり家から出るタイプではないから、うん、まあバイトとしては多分非常にそれなりに時給は高けってぐらいは多分あると、はいはい、俺の算段ではね、はいはい、あると思ってる。ただめっちゃやっぱハードだからさ、うん、今日取って今日あげる、はいはいはい、今から2時間後にあげといてみたいな、はいはい、めっちゃあるから、はいはい、で俺が起きたのが12時とかで4時までに欲しいのでいいです。本当にめっちゃハードだなと思う、はい、まあハードの瞬間はねあるなと思うからさ、それを俺の周りでやってるのはユケだけだからさ、恐ろしいなと思ってさ。難しいよね、そこも。海外に連れて行くとかできるのは本当に大変だね、その時は。すごいよ。それは中国の方に頼んだりするの？は、ないね。あ、そうなんだ。もうその、例えば、まあ、ギャラ出るってことがない、出ないってことがあるんだけど、そう出ていい時とか、まあ、あと日数とか見て調整していけそうだったら。なるほどね。すげえよ、大変ですよ。じゃあ、あと2つ、話
話したいことが、はい、一つは、はい、好きな場所はここに来たよそれ。いやもう話はしたいでしょ。好きな場所はね、まあ、ずっとここ数年ニューバランス集まってるんだけど、ニューバランスのなんとか V3 だか V4 だか今出てるやつ。そうだね、そう、あの N の字がめっちゃでっかく書いてある。あ、まあそう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 、こうバーッて、うん、あれが V3、V4 かな、その2つのシリーズの2つがめっちゃ気に入ってますね。何がいいの、あのシューズは。俺は履いたことなくてかっこいいなと思うんだけど、ビジュアルとして。なんだろうな、まあその、まあビジュアルも好きっちゃ好きだし、なんだろう、クッション性とか程よくて、うん、そう、うん。知らんけどいいかな。へぇ、別に何も考えずにいつも履いちゃうからさ。うん、なんでニューバランス、契約というかさ。うん。でも契約じゃないんだよね、全然。あ、そうなの、うん、ほんと。まあ、ご縁あって、試させてもらってるというか、うん、そんな感じ。うん。なるほどね。その経緯みたいなのってあったりするの？は、特になんかその、つながりというか、うん、それでね、最初ちょっと明かしてもらって、みたいな感じだったか。俺、だから結構さ、まあ、プロ選手とかでも入ってる人みたいな、最近始まったじゃん。はいはい。まあ、ニューバランスのバスケをやりますっていうのは、うん、多分今は3、4年ぐらい前、ね、そうですね、だったんで、確か。で、日本でやりますっていうのは多分ちょうど2年ぐらい前だと思うんで、はいはいはい、そうね。その一発目に出たのがユッケと、洋介さん。洋介さんだよね、斎藤洋介さんだったから、すごいな、ニューバランス。どこ行くんだと思って、かっこよすぎるだろうと思って、その、まあ、斎藤洋介さんも、うん、もちろんね、はいはい、日本代表でもあるし。はいはい、もうすごい王道な選手、まあ、3倍を中心にはしてるけど、うん、5対5に関する3倍と野良犬にねそう結構ギャンブルだよな。いやでもかっけえと思って、俺それでニューバランスめっちゃ好きなの。うん、そのスタンス、そこを評価できるって結構バスケットボールのカルチャーに寄り添ってるというか、はい、かっけえぞこれはと思って、本当に、うん、いいな。俺はそれでニューバランスで、そう、可愛いのシューズは全然合わなかったんだけど、足履いてみたけど、これダメだと思って、その時はまだ1作目だったから、はいはいはい、そうだね、はい、最初の2作ぐらいはあんまりだったよね、はいはい、確か。そこからだんだん良くなってきてる印象があるんだけど、うん、すげえなと思って、やっぱり、うん、俺もいろんなメーカーさんと話しする機会とかはあるけど、ストリートボールの行き着く先にあるってかっこいいよなって思って、だから俺とか紹介するし口でいいって言うしさ、わかりやすいからさ、やってほしいって言われるのはわかるけど、未だ誰も多分到達してないよね。最近ちょっとチラチラ増え始めたけど、俺なんか何もしないからな、紹介とかもさ、確かにね、パワーとか履いてる、いいね、それすごいよなと思って、だからいろいろ試させてもらって、ニューバランスが今ね、ちょっと入ってるから、うん、V3、V4 が、うん、ですね。いやさ、あ、うわ、嘘だ、もうちょっとね、あった仙台にできたバスケコート、あれ知りたいわ。あ、まだ行けてないし。あれ？イーストコーストパーク。イーストコーストパーク、はい、うん。これは、お兄ちゃんが、そうね、お兄ちゃんが一からもう作って、みたいな。うん、でそこにこう、まあ、手伝いというか、うんうんうん、で入ってた感じだね。じゃあ今基本的には仙台が拠点になってるってこと？まあそう、拠点なんだけど、お兄ちゃんとすぐ喧嘩するから今行ってなくて。あ、そうなの。仲良くないの？仲良いの？いや、仲良いんだけど、うん、その、なんだろう、まあ喧嘩することとかもたまにはあるからさ、うん、まあ昔からだけど、うん、あんま行ってないんだけど、うん、別にあそこは社員とかもいるから別に大丈夫。あ、そうなの。そうそうそう、だからこう暇の時にバスケしに行ったりっていう感じかな、うん、今、うん、2面あるの？2面ストリートコート2面とカフェとジム。ジムもあるの？ジム奥にあって、すげえすげえなと思って、あれ本当に2面作るって寂しいな、うん、まあその物だけ見て、まあ、普通にすごいと思うんだけど、俺はその一番近くでね、まあ、下に行こうよお兄ちゃんがさ、ずーっと市とか県かわかんないけど、なんかいろんなとこ行って書類出して、うん、その土地を勝ち取って、うん、なんかいろいろ大変でさ、その震災復興地だから、うん、なんか権利がね、他
他にも欲しいって言ってたこととかあったし、それがね、あそこが通って今形になってあるっていう、その1から0からの状態を知ってるから、お兄ちゃんがずっと動き続けてあれができた。本当にね、あのコートのものだけを見てすごいとかじゃなくて、あそこを作り上げたお兄ちゃんが普通にすごいなと思っちゃう。それはさ、何年ぐらいの計画で作ったの？いやもう2、3年ぐらいじゃない？ 2 年ぐらいですか。それ以上にかかっちゃってたし、それ以上に時間かかってたし、大変だったんだろうなっていう。時間もお金もね、ずっと上がってるしね、すごいなっすよ。行きたいなと思って、ああいう場所があるからね。東京からどれぐらいだ？いやでも仙台は1時間ぐらいで新幹線で着くから、そこからまあ車で30分ぐらいかかるけど。なるほどね。ユッキーがゆったりで行けば、ありますね。はい。ああ、一人まで、はい。言います。キャンピングカーで取りに。フェラーリで。キャンピングカーで。カフェは普通にカフェ営業してる。まあそうだね。でも軽食程度だね。軽食、ほんとつまみね、つまめてちょっと飲めるぐらいの場所だから。そうそう。ジムはどういう？ジムもなんかプライベートジムみたいな感じだから、あんま使う人はいないけど。はい。ちょっと機材、器具があるぐらいだね。結構人は来てるの、バスケの。土日は平日あんま、今わかんないけど、土日は結構溢れたりする。そこはなんかお金かかるんで、ストリート。あ、無料だね。すげえ。すごいよね。無料でやって、そう。カフェとかだけお金かかる。だからバスケだけして帰る人も全然いるし。そうだな。すげえな。すげえっす。頑張ってます。そういう、やっぱストリートコート日本では少ないってさ。そうね。言われてるからさ、まあ、ちょっと最近、本当、こう、1、2年ぐらいでバッと増えたっていう感じは。まあ、ただ、オールコートがないからね、そうなんだよね。お兄ちゃんは絶対オールコートで作りたいって言ってて、オールコートでしかも2面作ったんだよって、恐ろしいよな。やばいね。見たら、オールコート本当にないなと。ハーフはさ、あんまりするし、ハーフでこう置くやつあるよ。はいはいはい、もう本当、ハーフですらないというか。いや、ハーフで2面をさ、ああ、はいはいはい。何してんの？確かに。こうしてくれよ。新横とかね、もうオールコートでバスケ禁止とかなってるもん。あ、そうなの？そうだよ。ダメなの？ゴールとゴールちゃんとコートになってたのに、なんか、こう、普通にさ、四角に真ん中のラインもあんのに、そこにもう一個線を二つ足して、ハーフコートとハーフコートに分けて、わざわざ、オールコートでバスケしちゃいけないみたいな。なんで？なんだ、まあ人が、まあ、使える人数がね、ね、まあ、ザ・日本ですよ。そんな中でさ、その、まあ、ストリートで、占領しちゃいけないというか、まあ、日本の空気はそんな中でさ、代々木だけはちょっと違うじゃん、毛色が。占領しかしないもんね。で、本当に。代々木のそのバスケのいいところみたいなものって、何なのかな。あ、もう逆にそれができちゃうことだよね。そのオールコートでバスケができる。で結構ガチガチ本気でやる人多いし、それかな、もう本当喧嘩になっちゃうぐらいバスケがね、バスケ夢中になるってすごいことだと思うし、日本じゃありえないし。で、それで名前もわかんない、年齢もわかんない人とチーム組んで、いきなりバスケして、勝手にあだ名つけてみたいな。そのリアリティが俺はいいかなと思うね。2面あって、1面が基本的には代々木パークボーラーのメンバーが多い。そうだね、そう、パークボーラーのメンバーが。そうだよね。で、奥がハーフコート中国人占領してて、その反対側がなんか、一応そこに子供たちがシューティングしていいみたいな。ああ、そうなんだ。一応なんとなくそういうことがあるのね。なるほどね。はい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 。じゃあ別に代々木行ったからって全く子供たちが打てないとか、そういうわけではないんだ。そうね、なんか弱みとかもなんかあったかもしんないけど、そう、なんか一応書かれてるんだよ、そっちが。あ、そうなんだ。コートにはちゃんとあるんで。あ、そうなんだ。なんとなく雰囲気を決めるものがあるんだ。はい、いいなと思った、そのさ、やっぱり、まあ、ニューヨークとかのストリート、バスケットボールカルチャーというか、そういうとか、シカゴとか、そういうようなものもし、日本で体現してるのも、そういうのも、そうね。本当に、ね、いろいろ。いろいろね、そのお子さんとかがさ、家近い人とか、多分クレームとか言うと思うんだよ、言ってると思うんだよ、区とかにさ、渋谷区とかにも。まあ、いろんなね、一時期、遊戯のやつらやべえみたいな、その、ね、ちょっと、叩かれてね、いろいろ、そう、あったけど、なんか、俺の近くの、その遊戯好きって言ってる子供の親とかは、その自分の子供たちが大人になった時に、
そうやって本気でね、そのプロ以外のバスケできる場所って素敵だと思うから、うん、この文化はなくならないでほしいって言ってくれて、そう。子供もそれを分かってきてるというか、うん、そう、俺はそれも素敵だなって思う。もちろんそうやってね、子供に使わせてあげてほしいっていう人もいるけど、うん、そういう風に捉える人もいるから、確かにそれもあるかもなっていうのもあるし、すごいよな、あれは。もうあの、代々木の文化はなくならないでほしいよね。ね、本当にね。まあ、冬場とかは少ないから、その人少ないから、まあまあまあ、そういうことやることないから、そんな結構チャンスだと思う。うん、はい、かっけえよな、代々木は。本当に。あ、そうだ、最後にさ、はい、そう、ワークアウトの話を。ワークアウト、うん、言ってよ。ワークアウト、あ、あと2つだった。はい。ワークアウト、普段どんな練習というか、してるのかな。練習はマジでしないんだよね。あ、しないんだ。うん、まあ、練習っていうか練習はしないけど、うん、そのボールを持って敵を抜くイメージをずっと透明人間とバスケしてるんだよ。へ、それは、泳ぎにいる時とか？まあ、最近はずっと仙台にいてコンディション整えてたから、うん、で仙台で一緒にバスケする人いないから、うん、だからあのお兄ちゃんのコートで、もうずっとイメトレ。特にじゃあハンドリングのメニューがあるとかは全くないの。ないんだ。昔はもうずっとドリブルだけついてシュート一本も出ずに帰るとかあったけど、うん、その頃の貯金で今のドリブルがあると思うし、ドリブルの練習は全くしてなくて、うん、もうひたすら抜くイメージと抜くタイミングのイメージやって、あとそこからのシュートの持っていき方とか、うん、それだけやってるから。あ、そうなんだ。練習っていう練習はね、マジでやってないかもしれない。あ、そう。またワンオンワンとか多くしてちゃんと敵を抜くイメージとか作るようにして。なんかやっぱこの前さ、ちょっとこの回がある、うん、決まってストーリーだけど、はいはいはい、でやっぱ多く来たのがやっぱハンドリングの練習とかしてますかって申し訳ないけど何もしてないなんか、うん、本当でも昔動画で上げてたよね。うん、そうなんですよ。昔はめっちゃやってました。全然服装のタイプが違う時のはいはいはい、なんかですね、髪型も違うなっていう時のやつね。あれがだから基礎だよね。基礎として、まあそうだね。ああいうのとか、そう、とにかくドリブルつくことだと思うね、ハンドリング練習。その自分のつきたいドリブルをちゃんとイメージして、それに合ったこうドリブル練習をこう徐々にこう、うんうん、幅を広げていくことが大事だと思うし。それ以外のさ、バスケハンドリングと、うん、まあ、シュートと、うん、ドライブと、まあ、練習、うん、まあ、今してハンドリングはしてないけど、そこの練習があって、はい、結構あの、ボディーバランスというか、うん、とか、筋トレ、トレーニングが結構やってたなっていうイメージが。フブシティとかで、ああ、そういうイメージが、はいはい、今はそういうのが、今もやってるね。自重トレーニングだね。あれは器具とかは絶対持たない。あ、そうなんだ。器具とか持たずに、まあ、上半身だって腕立て腹筋と懸垂して、うん、あと下半身はこう何かに物に乗ってこう、うん、ジャンプとかそういうのだけだ、ね、うん、あれは誰かにメニューを教わったとか。そうね、ちょっと教わって、そうめちゃリスペクトしてる方から教わって、うん、自分なりに。だからそれも自分に合ってると思うから器具持たないようにしてるし、うん、自分に合ったものをね、見つけるのが大事だと思うね。今はそれはほぼ毎日やってるの？まあ週3、4ぐらい、うん、でもケアとかストレッチすごく大事にしてるから。あ、そうなんだ。へ、うん、そんな感じね。地元とかいるとき、うん、なんか安定してその家とかにいるときとか、ホテルにね、中国で1週間、2週間いるときとかはちゃんと家っていうか風呂上がりとかに30分とか1時間とかずっとストレッチしてるから。あ、そうなんだ。体結構柔らかい。柔らかいと思う。あ、そうなんだ。そういうのから始まってますよ。うん、いつからダンク、うお、1年ぐらいだね、ダンクが。うん、ダンク、ああ、もうまあまあまあ、ちょっとね、チャレンジできるようにできるって、まあ、正式だとあんまりできたことないんだけど、ね、あ、まだ正式はできたことないんだ。できてないんだ。遊戯とかだったらできることがあるけど、うん、あれはやっぱ調子いい時ができる。そうね、アドレナリンとかコンディションとか含めてです、うん、中国でもできたかった、なんか中国。あ、やってない。あれはもう完璧にできてたね、うんうん、あれも正式じゃないの？あれワンチャン正式かも。おー、うん、ついに。あ、それあれもね、あの1000人ぐらいもお客さんいたから。マジで1000人もいんの？いた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 。やばー、すごい。そのアドレナリンとかね、アップの時点でもうそうなっちゃうから、うん、あれアップだったんだ。そうそうそう、やばやばいよ。2面の体育館にやって、うん、で、1年で俺ら試合して、そこにまあ、周りに囲んでる、うん、まあ、700人とかいるのかな、知らないけど。で、そのもう一個のコートに、もう、めっちゃ人がいて、うん、見えないんだよ。隣でやってるけど見えなくて、うん、そいつら。
もうそこに大画面でスクリーンがそっち側に、へー、そこでパブリックビューイングみたいな、へー、いいんやけど、目の前で隣でパブリックビューイングだ、何それ、俺らからしても見えないから、そのお客さんたち、そうなんだ、すごいっす、すげえな、あ、ちょっといい質問があるぞ、今のバスケのモチベーションは、おっ、今のバスケのモチベーションね、なんだろうね、これもわかんないんだよね最近、あ、そうなんでバスケするんだろうなって思っちゃう、うん、でも気づいたらバスケしてるんだけどさ、うん、別に目標とかないしさ、うん、正直なんかその目の前のゲームをこなしていくというか、うん、まあ、さっきも言った代々木のね、誰とチーム何かわかんない、うん、名前も国籍もわかんない人とチーム組んでバスケして、そのゲームに勝つっていうのが、まあ、俺はすごい好きだし、まあ、最近あんまやれてないけど、その中国とか行ったり、サム出たり、オールで出たり、なんか全部に勝たなきゃいけないっていう気持ちがあるから、うん、なんかわかんないな。あ、そうなんだ。すごい難しいんだよな。最近結構悩むね。なんで俺こんなバスケするの。でも呼吸に近くなっちゃってるというかね、ん、呼吸に近くなっちゃってる、そう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 、あるよね、それは、うん、俺も あのバスケするというかバスケに関わるみたいなことをいろいろしてると、そういう部分は関わりすぎてるとね、やりすぎてるとそうなるね、改めてただまあ好きだからっていう感じでそこに帰ってきちゃうのかなと思うけど、なんか何歳まで続けてるのがある、まあ、俺の中で32、3、あ、そんな感じなんだ、うん、じゃあもうあと数年、うん、言ってもそうっていうイメージだね、5、6年ぐらいで、そうだ、本当にあと3年でその現役っていうワードを使って、うん、ちゃんと説得力、結果残して説得力を出して、うん、まあとことん稼いで、うん、で、それ以降はもう、なんつうの、なんか自分でバスケ以外のことをやりたいな、あ、バスケ以外やりたいとかある、まあ、別にバスケにずっと関わらなくてもいいと思ってるし、あ、そうなんだ、そう、今できる、今動けるこの体で今できることを精一杯やって、この自分の今動ける武器を生かして、まあどうやって稼いでるかも知らねえけど、目の前のものを乗り越えて稼いで、もう別に数年後は別にバスケしてなくてもいいと思ってるし、へえ、あ、そうなんだ、その辺のね、会社に就職してとかでもいいし、バスケでつながった人になんか拾われてとかでもいいと思ってるし、今日もいろんな企業がね、スポンサーとかしてくれたり、そうだね、前はあって今ないけど、そうだね、あったね、そうだよね、よし、じゃあこれを最後の質問にしよう、はい、ちょっと TikTok で見た動画があって、はい、切り抜きなんだけど、はい、結構炎上したというか、ユッケが、うん、サマーリーグの動画から、うん、そのさっき言った喧嘩、はいはいはい、チームメイトと言い合いをしてるっていうような話で、うん、まあテーマは結構チームに関するテーマなんだけど、うん、ユッケにとってチームってどういうもんなのかなみたいな、あのチーム、うん、まあ、なんか俺今代々木も辞めたからさ、代々木パークボールも辞めた、うん、あ、そう、うん、でそのサウシーアントで出てるけど、うん、試合しか集まんないし、うん、なんか多分チームとかって あんま向いてないと思うんだよね、うん、でも、まあ、代々木にいた時って、まあ、その印象が強いと思うけどさ、うん、その代々木ってあそこで出会ったやつらで組んでるからさ、うん、なんかチームじゃチームなんだけど、うん、まあある意味友達家族というか、うん、そういう感じでやってたからさ、なんだろうな、なんかチームって感じじゃなかったんだよな、本当に仲間と本当に戦うというか、うん、そう、あそこで代々木で出会ったやつらしかあのチームに入れないし、うん、どんだけ上手くてこいつ絶対力になるでしょっていうやつがいても名前すら上がんないしさ、あ、そうなんだ、その代々木に何回か来てるぐらいだったら、うん、もうずっと来てるやつらが集まったのが代々木パークボーランスだったし、うん、そう、だからなんかその、うん、チームっていうか、うん、なんだろうな、一緒に戦う上で勝つための手段を一緒に考えることはすごい大事だと思うけど、うん、なんかあんまそのチームっていうことに対して考えたことないから、代々木がチームだと思ってなかったから、うん、なるほどね、じゃあなんでその代々木からデイパークボーラーズという一応チームから抜ける選択をしたの、うん、あー、なんか俺の中である意味なんか代々木でやるっていうのは一つの青春だっ
ったんだよね、うん、みんなと一緒に戦う、みんなとオールで優勝するっていうのを、うん、でもこうそれ以上に、まあ、たまたま中国とか出てきてさ、うん、その時に代々木以外も入ってきたりしてさ、うん、やっぱそっちの人たちも活躍しちゃうと、うん、もっとこう上に行くチャンスがあると思うし、うん、そこでこう今なんつうんだろうな、青春というか、まあ、青春も大事だけど、うん、そのもっと自分で人生掴まなきゃいけないものがあると思って、うん、そのためにはまず一人にならなきゃいけないかもな、俺はちょっと思って、まず余裕抜けようと思って、うん、じゃあオールではもうあのチームで出ない、出ないと思うね、うん、そう、他のチームで出る可能性はあると、まあ、なくはないと思うけど、今は何も考えてないかな、うん、じゃあまたタイミングで、そう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 、時期が来たらっていうような戻る可能性もなきにしもあらず、まあ、まあ代々木自体は今なんかみんなやめて、あ、そうなの、うん、結構バラバラになってるかな、うん、みんなおのおのいろんなチームに行ったりしてるし、うん、ちょっとね、みんなが一旦青春をストップしてみたいな、うん、ストップというか、そう、なんか俺たちは若かったからその注目されてたと思うし、うん、若かったからあの時に掴むからまた価値があったよねっていうのもあるし、うん、そう、ここでみんなバラバラになるのも一つのあれなのかなと思う、俺的には。なるほどね、面白いな、うん、そっか、じゃあまた新しい世代が増えてきたりしてるのか、いや、あんまないね。あ、そうなの、増えてきてるけど、あそこからこう、なんつうんだろう、こう、面白いやつらはあんま出てこないんじゃないかなとか思うね。でも、俺らの代というか、うん、この辺の世代はさ、うん、ガッといたじゃん。ああ、そうだよ。で、だそことかはまた新しいチームとか作って、多分やると思うよ。あ、そうなんだ。はい。いろいろありますよ。面白いね。ユッケの人生。結構行ったんじゃないの、ユッケの人生。あと、聞いてない質問は年収はぐらいの。あと69番の意味だ。ああね。69番の意味。69番はね、あの、俺もアイバーソン好きだったから、うん、ずっと3番が良くてさ、うん。で、高校の時とかは、あの小中高ってさ、4番から18番とかまでしかつけなかったし。で、エースナンバーって7番って言われてなかった。そうでもない。いや、俺らキャプテンつけることが一番勝ちだな。なんか俺の中でエース7番みたいなイメージが。うん、ああ、でもそうかも、そうだ。そう。で、俺は7が良かったというか、高校の時に7つけてて、うん、で、何でも番号選べるんだったら間違いなく3だったんだよ。うん、アイバーソン好きだったし、そう。で、その高校卒業して専門学校行った時に番号を選ばなきゃいけなくて、うん、俺はどうしても3にしたかったんだけど、1個目の先輩が3持ってたから、3ダメだったの。でも7空いてて、絶対7にしようと。絶対誰か取るだろうなと思ったし、俺まだコミュニケーション取れてなかったから入学してすぐで。したら目の前まで10人ぐらい、俺もほんと最後だったんだけど、誰も7を取らなかったの。したら目の前のやつが7取ったの。うわ、やられたね。お前、ざっけんなよって思ったの。でも、かぶったらじゃんけんとかなんだけど、俺もなんかそんなのしたくないし、もういいやと思って。とっさに言ってたのかな、わかるけど、69で。そうなんだ。そう。とっさにすごい数字出したね。まあ、ふざけに行ったんだろうね。うん。うん、しかも、まあ、誰もかぶんないし、そうそうそう。へ、それで間違って69選んで。で、選んだけど、なんか、まあ、誰もいないっていうのも良かったし、うん、で、番号をお兄ちゃんにいたときに、なんか、ロックするって意味でいいじゃん、みたいな。会場ロックするみたいな。うん、誰かに聞かれた、誰かに聞かれたときは、いや、会場ロックするかな。かっこつけて言うけど、全然、あの、とっさに69出てきた。あ、すげえ。ほら、そういう感じだな。なんか深い意味があるのかと思った。クソ朝ですよ。朝すげえ。いいじゃん、でも。そういうのもね。まあ意味なんだ、後からつけたもん。だから若い子とか見て、69とか見て、ね、ちょっとニューバランスが来てると、あ、まあ好きでいてくれてんのかなって思うから、なんか大変だよね。いいなって思っちゃうね。確かにね。そうだよね。うん、うわぁ、全部騒いだわ。ほんと、あと練習だけ。それも来てる。来てたよ。練習はわらわらわらって来てたから、そのまま書いてるわ。まあ別にどっちでもいいけど。まあ練習はね、もう本当、どんぐらいなの、まあ本当に一般のサラリーマンぐらいじゃないっていうのじゃん。まあしかも俺毎年全然違うんだよね。そうだよね。そう。絶対そうだよね。YouTube はさ、ワンワンやってるし。そうそうそう。そう、お金に走る時期か、バスケに走る時期かみたいな。うん、なんかその時の気分で全然違うし、そう。
だから、すごいバラバラだけど、最近とかはこう、なんだろう、まあ、ギリ生活できるぐらい、まあ、本当生活できるぐらいで、うん。なるほどね。お金に走る時期ってのは、結局ワンワンの YouTube やってる時期って。あ、そうだ、その時が一番稼いでたかもね、人生で。そうなんだ。だからなんか今が一番苦じゃないよね。本当にバスケだけして、うん、ね、別に何不自由なく食べて、買って、うん、なんつうんだ、バスケ、好きな時にして何も考えずに今その生活が今できてるから、別にめっちゃ持ってるわけじゃないけど、そうそうそう、なるほどね。まあね、俺も多分そういうタイプだ。別にお金は持ってないけど、何不自由なく生活はできてるし、バスケに携わっていられるし、そうそうそう。さあ来ました、まさかの俺無理だと思ったんだよ。気持ちよかった、ゆうきの人生全部知れた。まだまだいっぱいありますよ。いや、もうあとはね、話すね、あの、はい、動画にできないことがあったんじゃないかなと思って、はい、女の話とか、そうだなぁと思って、まあ、それしかないなと思って、あと、面白いのかな。うん、俺だって、ゆっくりして間違って聞かれたらどうさばこうか考えた。そこだけどうやって逃げようか考えたの。なんか、俺が唯一そこなんだよなと思って。そうなんだよね、俺もこれどうしようかなと思って。まあもういいっしょ、いいっしょって、そうそうそう、まあそんなこともありましたよって、うわぁ、終わりです、これで。ということで、今日のポストアップのゲストはゆっけでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。うわぁ、終わった、最高だったな、おもろ。